どうもこんにちはあの今年に入ってね、えー、稼働部っていうのを即化塾で始めたんですよ稼働部ってどういうふうに書くかっていうとだからお花をどうこうしようっていうことじゃないんですけどもまあ自分の人生に花を添えていきましょうみたいなイメージですかねまあここでやるのは YouTube 少ない再生数でどのように稼いでいくかってところに特化したあ部門ですということで、えー、募集かけたんですよね 29万8千円。4名の方が、ただいま、この3ヶ月コースに参加してくださってますで。少ない再生数でどう稼ぐかなんですけども、まあ言えることは2つですよね。1つは、再生数少ないんだから、手数増やしてたくさん動画をたくさん作っていきましょうということです。もう1つは、視聴者さんが少なければ少ないほど、その少ない人に、ワントゥーワンメッセージ、ワントゥーワン動画で、1人ずつ丁寧にしていきましょうということですよね。この2つを徹底的に3ヶ月やることによって、 まあ売り上げにつながらなくても稼ぎの糸口には必ず到達できるということでトレーニングしてるんですよね、まあ、ですから少ないサービスエースどころか動画アップロードしななないいと話にならないんですよねだから一番最初の動画アップロードは私とのズーム対談をやってもらってるんですよで昨日も対談終わったんですけども、まあ、少なくとも100人ぐらいの方が私の私との対談でその人のことを知るわけじゃないですか だから奥万中学合宿でやったようにこれをチャンスと幸いにね自分の商品をさっと紹介するか自分のコミュニティとかメルマガの登録音もパッと紹介できればねもうかなり足がかりになるんじゃないかなと思うんですけどもやっぱりねうん全員が全員そうは言っても私の対談の時に商品が用意できてるわけではないんですよね、まあ、だからそういった方に関しましてはちょっとねまあ 追撃追撃でじゃあ次回の対談の時までには準備しておきましょうみたいな感じで3ヶ月間走っていこうかなと思うんですけどもまあすでにねあの動きがざわめきだして動画の量産を始めた方うんやっぱいるんですよで一番最初の課題が自分の目標設定してくださいと多いも少ないもないんで自分でこのくらいだったら稼げるだろうみたいな数の設定をしてそこに向かっていってくださいっていうところなんですよねまあそれぞれぞ 目標数値出してくださってこれをクリアしたら2回月目にはもうちょっと強い数字いきますみたいな感じでねまあまあ始めてくださったわけなんですよまあ私がいわゆるできるのはねこうやって最初の一歩に、まあ、きっかけになるというか背中を押すとかねあんな感じなのかなと思いますまあ多分ねいつか始めようと思っていつかがなかなか来ないって方が多いと思うんでこうやって強制的にですねいつかは今日ですみたいなね <laughs> えそんな焚き付け方ができるんじゃないかなと思うんですよ まあそうすると、まあ、やるやる詐欺は少しでも減るのかなと、うん、売る側がねなんか詐欺をやって消えちゃったっていうのも困ったもんですけどもやる側がお金を払って消えちゃったっていうのもまあこれまた困ったもんですからね。うん、じゃあまあいってらっしゃい。